方。デゼルビの三笘国士は信頼を通り越して移住。以下ブライトンの過密日程9月16日アウェイユナイテッド戦9月22日ホーム AEK アテネ戦9月24日ホームボーンマス戦9月28日アウェイチェルシー戦9月30日アウェイアストンビラ戦10月6日アウェイマルセイユ戦10月8日ホームリバプール戦。さすがに過酷すぎてブラック企業やん。これほとんどの試合で三笘出てるんよな。今回代表辞退してくれたことはマジでありがたい。こんなんぶっ壊れるって。クラブで成功するにはいかに代表戦を避けるかのところもある。早く結果残させて早く売りたいんだよ。高く売りつけるには年齢的に猶予がない。壊れたところで金銭的にはそんなに痛い買い物してないしな。ファス取ったんだから三笘の位置で使えばいいのにな。いい加減にしないと大怪我しそう。明らかにオーバーワークだし休め。延々とフル出場させればいいってもんじゃないよ。デゼルビは三笘にマーク集める戦法がもう鉄板になってる。イギリスって選手に仮病使わせるのうまいんだよな。やっと日本の選手もここまで来た感がある。休めてよかった、ほんと。